キスで殺せは1955年のアメリカ合衆国のサスペンス映画ロバート・アルドリッチ監督によるフィルムノワールでミッキー・スピレイン原作の探偵小説マイクハマーシリーズの燃えるセプンを,を映画化した作品である1999年アメリカ国立フィルム登録簿に登録された私立探偵のマイクハマーはある夜 クリスティナという女を拾い自分の車に乗せたが、突然3人の男に襲われて、意識を失う。気がつくと、マイクは病院のベッドに寝かされていた。秘書のベルガによると、マイクはクリスティナと車もろとも側に落とされ、クリスティナは死んだという。背後に何かがあると感じたマイクは、クリスティナの身辺を洗い始める。やがて、事件に関係のありそうな人物が、 次々と浮かび上がってくる。クリスティナと同じ部屋で暮らしていたリリーという女、プロボクサーのレオポルド、身元不明のニコラス、その友人のオペラカシカルメン、トラック運転手ハーベイ、そしてソバリン医師だった。さらに、事件の背後にあるカバンをめぐる争奪戦が浮上してくる。そのカバンの中身は、なんと放射性物質だった。ありがとうございます。